サプライズ招集の望月ヘンリー、知られざるプレイがこちら。サッカーワールドカップ北中米大会アジア最終予選の中国戦、バーレーン戦に臨む日本代表メンバーが29日に発表され、J1 首位の町田からディフェンス望月ヘンリー弘樹が初招集された。ナイジェリア人の父を持つ望月は、1メートル92の長身を誇る右サイドバック。三菱用は SC ユースから国士官大でプレーし、今季町田に加入した。ガンバ大阪との開幕戦で途中出場デビューし、今季ここまで17試合出場で0得点にアシスト。抜群のスピードと高さ、長いリーチという身体能力を活かして6月頃から右サイドバックの定位置をつかみ、J1 初昇格町田の首位階層に貢献してきた。ロングスローも武器としている。そのプレーがこちらだ。望月は、調子がいい時はピッチの半分くらいまで投げられる、と言っていたそう。その距離はおよそ50メートル。01年生まれのパリ五輪世代ながら、世代別代表は候補止まりで招集歴はなし。最終予選の大一番で、サプライズ招集となった。町田からはゴールキーパー谷浩生と、今月加入したばかりのディフェンス中山雄太を合わせて3人が招集された。この選出に SNS 上では、いずれ呼ばれると思ってたけどまさかこのタイミングとはね。さすがに関根の方が先だろ。町田でも鈴木純也と併用でレギュラーってわけじゃないのにな。若さとデカさかな。驚異のロングスロー頼むわ。読んで1分も使わないパターンだろこれ。中国相手ならちょうどいいんじゃない？望月より脳のが見たい、などの声が上がっていた。森保もついに日本代表にロングスロー戦法を導入する気になったのか。町田はもはや日本代表の最大派閥。ゼルビアから代表がこんなに選出される世界戦を誰が想像していたか。フロンターレから町田の時代に。望月も早くシントトロイデン行こうぜ。町田ってもポルトガルとセルティックだけには行くなよ。こういうでかくて動ける選手が日本も増えてきたな。ロングスロー投げても代表で生きる選手いなくねえか？笑え。楽しみな選手。こちらは世界のフットボールにチャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。